日本代表なでしこジャパンのパリ五輪でのグループリーグでの組み合わせが3月21日に決定。その相手は多くの方々の予想通り、昨夏のワールドカップ女王スペインと南米の強豪ブラジルとなっており、そのあまりの縁にサポーターの方々からは様々な声が寄せられています。日本時間21日4時から行われていたこのグループリーグの組み分け抽選会、この前にはなでしこジャパン公式 SNS から日本のグループリーグの相手予想を促す投稿もされており、サポーターの方の中にはスペインとブラジル来いなどと冗談交じりの声も。しかしその言葉が FIFA に通じていたのか、なんとグループ C に配置された日本の相手はポット1からは昨夏のワールドカップで優勝し最新の FIFA ランク1位のスペイン、そしてポット3からは年末の親善試合で1勝1敗と互角の戦いとなっていたブラジルとなってしまったのです。スペインは昨夏のワールドカップでも同グループに配置されており、その際は4対0で快勝していた日本。しかしノックアウトステージに入ると世界の強豪チームを相手に勝利を重ね優勝していたことから、スペインは決勝トーナメントで有利に進めるため日本にわざと負けたのではとの噂も。またブラジルはワールドカップなどでのタイトル獲得の経験はないものの、2027年に開催される女子ワールドカップの開催に向けて誘致だけでなく選手たちの強化にも力を入れており、最新の FIFA ランクも11位から1つ上げて10位になるなど確実に力をつけているチームとなっています。残り1枠についてはアフリカからのチームとなっており、4月以降に決定するとのことですが、アフリカ最終予選で優勝したチームが入ることに。パリ五輪では7月25日に初戦スペイン戦を迎え、28日にブラジル戦、31日にアフリカ枠と対戦しグループ2位以上を目指します。この厳しくも見えるグループ分けにサポーターの方々からは現実的には2位通過を目指すことになるのかな、どのグループも結構大変だけどそれに輪をかけて厳しいグループに入ったな、それでも勝ち進んで優勝を期待してるなどの声が相次いでいます。またスペインメディアは日本との再戦についてスペインにとってかなり手強い相手だと報じると、ブラジルのサポーターの方々からは12月に戦った時は互角だったが次は負けないよなどの声が寄せられており、接戦が見込まれているようでした。なお残る8チームについてはグループ A がフランス、コロンビア、カナダ、ニュージーランド、グループ B にはアメリカ、ドイツ、オーストラリア、アフリカ2位となっており、各グループの上位2チームずつが進出するノックアウトステージが8月から予定されています。そんな注目集まるなでしこジャパンの選手たちは4月1日に再集結し、6日からアメリカで開催される C ビリーブスカップへの出場や海外遠征を経てパリ五輪に向けた国内キャンプを行う予定となっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。やたらスペインとは縁がある気がする。ワールドカップ予選みたいに快勝しましょう。どのグループも結構大変だけど、それに輪をかけて厳しいグループに入ったな。それでも勝ち進んで優勝を期待してる。今回もなかなか厳しいレギュレーションになってしまったが、それはどこでも同じことだ。今回はスペイン、ブラジルか、なんともすごいグループに入ったものだが、まずは2位通過を目標に頑張れ。
アフリカ1位も入ってくるのか。それにしてもまたスペインとブラジル、さすがに当たりすぎでしょ。どんな抽選会してるんだよ。このグループの中なら現実的には2位通過を目指すことになるのかな。最悪2位通過でもいいけど、決勝トーナメント的には1位通過してほしいところだ。日本はスペインとは相性がいいとは思わない方がいい。あれはすでに予選突破している余裕がある中での消化試合だったのだから。スペインとなら宮澤がいないと厳しいな。あのスピードはスペインにとって脅威だ。なでしこジャパンの相手がまたスペイン。ほんと不思議な縁があるチームですが、初戦なので勝ち進んでほしいところ。今のなでしこたちにはここ一番という底力がある。相手にとって不足なしなので勝ち上がってくれるだろう。パリ五輪のグループ分けがすごいことに、もう頑張れとしか応援できない。スペインもブラジルも強いですが、勝てない相手ではないことだけは確か。みんなで応援しましょう。なでしこジャパンは昨年末にブラジルと対戦してるけど、シービリーブスカップでも対戦して、オリンピックでも対戦するのね。男女ともに開催国枠でのフランスが優遇されているように感じるのはこれだけ。パリ五輪で優勝を狙うならとにかく勝たなきゃいかんので、どこが来ても一緒なのです。少しきつい組み合わせな気がするが、なでしこジャパンならやってくれそうな気がする。選ばれた18人で優勝するぞ。